はい、はい、どうも、ちょぶりです。ということで、今日はですね、最新エピックガチャ徹底回数、やっていきたいと思います。てなわけで、本日木曜日なんですけれども、なんとエピックガチャの方も登場しましたということで、しかも現在、また2回目のサーバーメンテナンス入ってますね。メンテになって、また開けて、メンテになって、また開けてを繰り返してるわけなんですけれど、かなり熱いエピックガチャ来ておりますということで、今回なんとこちら、ヨーロピアンクラブアタッカーズ プラティにロマーリオベルカンプの3名が登場してきましたいやこれね最初微妙かなとーっに思っていたんですけれどもこのプラティにが半端なく強いということで今めちゃくちゃ話題になってますねまあ、というわけで今回はこの3名の能力設定解説ということをやっていこうと思うんですけれどもまずガチャの総評で言うとまあ今回のガチャねは課金の人は引く価値あり無課金無課金の方はスルーまあそういう価値になってくるんじゃないかなと僕的には思ってますっていうのも本来だったらね僕 僕、ま、あ一人だけ結構強い系のガチはあんまりお勧めはしないんですけど、いや、このプラティニーがね、想像以上というか、マジでめちゃくちゃ強いんで、いや、これはね、普段課金してる方は割と必須級というか、ま、OMS とセカンドトップができて、センターフォワードはできないんで、結構ポジション争いがね、だいぶ激しいポジションではあるんですけれども、その中でも本当に第一候補になってくるぐらいのポテンシャルのある選手なんで、ハイ課金の方を獲得する価値あるんじゃないですかね。ま、あロマーリオベルカンプに関しては、 怖くはないんですけど、まあ、必須級ではないというか、まあ、正直数週間後、数ヶ月後にはガチスカットにないのかなと個人的には思ってますので、まあ、ほんとプラティー狙いのガチャになってくるんじゃないかなと思ってますね。まあ、これからね、エヴァの読書の方も解説していきたいと思いますので、よかったら最後までていってください。今回の評価の方はこんな感じでやっていきたいと思います。てことで早速ですね、エピックヨーロピアンクラブアタッカーズ徹底解説ということでやっていきましょう。 はい、ということで、まず一人目はこちら、デニス・ベルカンプ、見ていきたいと思います。この選手もね、まあ弱くはないと思うんですけど、まあ正直今の環境だとガチスカット若干厳しいんじゃないかなと思っております。ベルカンプがリンクフォワードということで、身長183センチ、34レーまで上がりますね。今回、インテルからセンターフォワード登録で登場しましたということで、ポジション的性こんな感じ。CFST と OMF にポジューション的性があるんですけれども、まあリンクフォワードなんで、まあこのプレイスタイルね、苦手な方が多いと 本物でまあ、やっぱり OMF 強が無難かなと思うんですけれども、まあ、今回登場したプラティもそうなんですけれども、ポジションかぶってますし、まあ、やっぱり今って OMF 優秀選手がめちゃくちゃ多いんで、そうなってくると、現環境的には若干厳しいんじゃないかなって気はしてますね。能力詞見ていくとこんな感じで、オベセン、ボルコンめっちゃ高いですね。特にボルコンに関しては、ドリブル11だけで100までいきますということで、これめっちゃ優秀ですね。まあ、ドリブル数全部95位の決定力も90乗っかってきて、グランダーパスも8 0まで乗っかってきます。ただ、スピード スピード瞬発だよね。これがまあ遅いということで、まあ残念ですね。スピードは82、瞬発も82。まあ正直ね、今の環境 OMF でもスピシュン90乗っかってくる人めちゃめちゃ多いんで、まあせめて 8U 後半は欲しいかなって感じはありますかね。ただキック力がね、高いのは1ポイントかなと思いますし、フィジカルコンタクト70、ボディコン83、スタミナ94ということで、まあキック力、スタミナ90で超えはかなりいいポイントかなと思いますね。まあ身長183センチということで、高身長なんですけれども、割と消化が軽い、そういう選手かなと思います。 ただまあどうしてもねこのスピード瞬発とかねこらえの数値は気になってきちゃうんじゃないかなと思ってますねそしてスキルの方に関しては現在ねイフットボールがメンテナンスで入れないのとこのイフットボールハムをバグってるんで僕調べてきましたということでこちらになりますシャペーアシュラコントロールコントロールカーブコントロールループミドルシュートアクロバティックシュートワンシューワンパスルーパスアウトスピンキックというわけでスキルに関してはベルカンプめちゃくちゃ優秀ですよねこのダブルタッチを持ってない以外はめちゃくちゃいいんじゃないかなと思ってるんですけど けれどもまあダブルタッチがね追加しなくちゃいけないそしてはやっぱり能力値スピード瞬発は個人的にはまあ美容かなところでまあ今回のガチャの中でも正直ハズラ枠になってくるんじゃないかなと思いますまあでもね結構好みが分かれるというか割と高身長だけどボールが持ちやすい選手かなと思いますのでぜひよかったら参考にしてみてくださいはいということでベルカンプでしたはい続いて2人目はこちらロのリオを見ていきたいと思います今回バルセロナから登場身長169センチの31例まで上がりますということでロマーリオも結 結構登場してますすよね今回バルセセセナから登場したわけけなんですけれどもポジション適正はセンン適適はターーフォワドドのみ薄い適正でセカンドトップがありますますあ CF で強いんじゃないかなと思いますけれどもまずはボックストライカーこれは結構好み分かれますよね好きな方も苦手な方もいるんじゃないかなと思いますけれども僕はまあ普通って感じですかねワントップでボックストライカーはちょっとあんまり使わないかなって感じがあるんですけれどもツートップのラインブレイカーとかと組み合わせて使ってあげると個人的には結構いいんじゃないかなと思ってます、まあ、あとは身長的にも はめちゃくちゃ軽い選手になりますね。個人的にはベルカンプよりかはね、スカットにこう残りやすいのかなって印象はあります。能力見ていくと、まあ90以上の数値めちゃめちゃ多いですよね。上戦ドリブル95へ、決定力も90乗っかってきて、ドリブル数値に関しては全部92以上まで上がりますということで、まあこれいいですよね。スピード瞬発、キック力、ボディコンに関しても90を超えてきて、特にボディコンに関しては97までいきます。フィジカルコンタクトがね、地味に70乗っかってくるのもいいポイントかなと思います。まあこんだけ90以上の数値が多いんで、 やっぱり使用感は軽いと思いますし僕も一時期ねロマーリオスキル結構使っていた時期あったんですけれども普通にかなり強いですからねまあ正直あんまりこう火の打ち所はないというかパス能力士ぐらいかなと思うのでまあセンターフォワードでねいい選手いない方は獲得する価値もあると思いますロマーリオの方もスキルこんな感じですねダブタジクラタンアシュラコントロールコントロールミドルシュートアクロバティックシュートワンシャアートスピンキックマリシアエアバトルということでまあスキルも普通に優秀ですね まずダブルタッチ足裏持ってますということで、まずダブルタッチ足裏持ってるんで、ラシコつけてあげれば特殊ダブルタッチにすることもできます。そしてミドルシュート、ワンシュート、アートスピンキック持ってますね。あとエアバトルも地味に持っているというわけで、まあコンカとかつけてあげたいかなって感じはありますし、あとはワンパタスルーパスかな。そこら辺つけてあげればいいんじゃないかなと思います。まあでも能力値も優秀ですよね。まあ、強いけど、あんまり使ってる方がいないというか、まあ正直センターフォワードもね、ライバルがめちゃくちゃ多いポジションだと思うので、まぁ、あ、普段から課金してる方はね、無理して 取るべき選手でもないのかなって気はしてますねまあムワッペとかルンメニゲとかねそういった選手たちで十分なんじゃないかなと思いますまあぜひ気になった方は獲得してみてくださいはいということでローマールでしたということで最後3人目はこちらプラティに見ていきたいと思いますいやこの選手は今回のガチャの大目玉になってくるんじゃないかなと思いますけれどもめちゃめちゃ優秀で強いですねこれは本当ね必須級と言っても過言じゃないぐらいかなりいい能力値してると思います見ていきましょうユベントスから登場でプレイサルがチャンス名 ーーですね、これがいいですね好み分かれてくると思います僕はチャンスメーカー普通に好きなんで、まあ、なお本当にいいんですけれどもチャンスメーカー苦手って方もたまりますからね 179cm の32レーまで上がりますということでポジション的にはセカンドトップと OMF にあるんですけれども能力値これ見てくださいめちゃめちゃ強くないまずドリブル数値がボルコンドリブル105位ですよボールキープも99まで行ってパスがうまいのもいいポイントなんですよねグランダーパスライパスが85位でグランダーパス86まで行きます決着も86まで行ってスピード瞬発キック力ここに に関しても95%そしてフィジカルコンタクトも70%乗っかってきてボディコンも96%ということでいやこれめちゃくちゃ優秀じゃないですかしかもねこの選手なんとこの逆足頻度と精度は最高最高なんですよこの能力しで最高最高ですからねこれはさすがに最高すぎるんじゃないかって感じはするんですけど、まあ、ほんとマラドーナとかねバッチョとかほんとそのレベル下手さそれを超えてくるレベルなんじゃないかなと個人的には思っておりますまあ身長もね割と剣環境向きなんじゃないかなと思ってますねでプラチナモスキルの方 こんな感じ、ダブルタッチラコンカ持っていて、アクロバティックショットヒートリック、ワンシューワンパスルーパス、アートスピンキックマリーシアということで、まあ、この選手もスキル優秀ですよね。しっかりダブルタッチラ持っていて、エ色スクつければ特殊ダブルタッチ、そしてコンカ持っていて、ワンシューワンパスルーパス、パスキのスキルもしっかり持ってます、アートスピンキックを持っているということで、まあ、ミドルシュートとか欲しいかなって感じはありますけれども、このまま使ってあげても十分優秀なスキル持ちしてるんじゃないかなと思います。まあこの選手逆足も使えてこのノーということで。 まあ裏総合値ももトップで、ね、ででねね106ままま行きすすけれども、まあめちゃめちちゃゃ強いです、ねまあ、この選手は課金してでも取る価値のある超優秀選手ななんじゃない、かなと思いますはいといとうことで、プラティでした。はい、ということで、今回はこちら、エピックヨーロピアンクラブアタッカーで設定開発していったんですけれども、いかがだったでしょうかまあ、何度も言ってるんですけれども、このプラティが欲しいか欲しくないかで、まあ、引か引かれか決めていただけるといいんじゃないかなと思いますね。この選手はマジで、もうしばらくガチスカットで使えるレベルの超優秀選手かなと思うので、まあ、ぜひ動画参考にしてもらって、 引かないいしてもららえたら嬉しいなと思いますはい、こんな感じで、フットボールが前に走行してますので、よろしければコメント、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。